皆さんどうもピーマンドですというわけで6月もやっていくよサクサクセスで最強チームを作るぞシーズン2でございます。これからこのシリーズは5日連続動画投稿となるよ。ぜひぜひ見てくれよな。シーズン2でもリーグ優勝&日本一目指してやっていくんでね、前回シーズン1の実況ではいきなりリーグ優勝&日本一をしてしまうというね、シーズン1にしてもう叶えたい夢が2つ叶った、もう叶える夢が何一つないっていうねいきなり残念な展開ではありますよ。大抵シーズン1はボコボコにされてね、畜生これから頑張っていこうっていう展開が盛り上がるのに、漫画で例えたら第1話にしてもうラスボス倒したみたいな感じですよね。何もこれから始まらない。まあそんな展開ではありますけど、あれはセリーグでリーグ優勝しただけですからね。誠のこのなんていうんですかね、実力者が揃うのがパリーグ、そこでリーグ優勝&日本一することに意味があるんだと僕は思いますのでね、シーズン2も頑張って強い選手をたくさん作っていきますのでね、そして、投手タイトル打者タイトル全てのタイトルを独占できるようなベストナインもゴールデングラブも打者3冠も、いや打者6冠も投手4冠も全部俺が取れるようなそんな選手を作っていくんでシーズン2もお楽しみにね。 OK、 じゃあ今から始めていこう。実況1回目の今回はですね、外野手3人プラス DH の選手、計4人の選手を作っていくからね。まずは外野手3人から作っていきます。球団設定はね、じゃあどうしようかな。まずはじゃあセリーグの、今回はパリーグに入れてますので、じゃあパリーグの球団からね、すべての選手を選んでいきたいと思いますので、じゃあまずはソフトバンクだな。外野の強いソフトバンク。ほんで持ち込みアイテムはヒーリングカードとミート強化カード。この2枚でまずはライトの選手を作っていこう。レッツ最強サクサクセステアーチワン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 やっていこう。いきなり宝箱がありますよ。最高度です、ありがとう。よっしゃ踏んでいこう。カモン、なんだ肩力超人で、まあライトには肩力非常に大事ですからね。肩の強い人が入るポジションだからね。おっと、いきなりヒーリングカードがめちゃくちゃ働いてくれるね。神か、お前は神なのか。神がいるね。で選手は鶴岡、総力7上げてくれた。鶴岡って総力の選手じゃないよね。あまりお前に総力を求めたことはないんですけど、まあいいでしょう。くれるものは全部もらいますよ。よし。で、ステージ1終了。いや、いいわ、いいわ。いろんな青マス踏めたしね。ほんで、何よりヒーリングカードがすんごい働いてくれるね。常に回復してない俺。常にプルンプルンっていう効果音を立ててるね。いいのか悪いのか。さて、行こう。なんだ総力超人ね。ウェイ、ありがとうございます。宝箱ありまくりだな。早い。ステージからね、プロ入りカードを手に入れた。これで選手作りを失敗することはほぼないだろう。このカードを落とさなければね、落とさない限りは失敗はない。無地パネルが輝いていくけどほとんど赤マパス、いや待て、おにぎりパネルがまた増えてるな。よし踏みに行こう。こっちから回っていこうかな。そうしようそうしようそうしよう。ヒーリングカードを落としてしまった。最悪だ、よりにもよって。いや、ここまですんごい働きだったんだけどね。あ、ぶっ飛ばしカード手に入れたわ。よかったよかった。これ持ってたらブスンぶっ飛ばされることはないからね。よっしゃ、ステージ1もこれにて終わり。非常に充実した日々を過ごしてますね。そんな風な人を見て、いいねって誰かがつぶやいてるね。イエーイ、兵だね。よっしゃ、次行こう。また宝箱がある。おい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 。グローリーデイズ。やばいな。全盛期だよ。グローリーデイズ。やばすぎる。ただシャクルマス踏むわけにはいかんからな。ちょっとこっちから回っていこうか。はい。踏んで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 踏む。飛んだ。守備力7、センキュー。ただね、ミート力が全然上がってないんだよね。これは大問題だね。ブスがいる。オーマイガー。オーマイガー、ブスがいる。しかし大丈夫。金縛りでブスは動けない。ブス動けない。レーリゴー、体力回復。センキュー、ベルマーチ。おー、体力回復マジかよ。やばいやばいやばい、どんな体力あるのよ俺。無敵か、無敵無敵無敵かも。こっち来いよ。どこに行く、中村ね。積極打法だ。いいのか悪いのか、まあ起用法ですね。守備力超人伝ね。うわちょっと待って、なんか俺が目指してる選手と全然違う方向行ってるんですけど、いいんですけどね。いいいいんだよいいんだよ、守備力肩力あるのはいいんだよ。ただね、それじゃダメなんだよ。もうミート力とパワー、弾道もね、守備固めで出てくる選手かな。そういう選手を作ろうとしてないんだ。スタメンの選手を作ろうと思ってるからね。ちょっとひどいね。まだ頑張らないと。ただほんと充実した日々を過ごしてる。なんなんだこれは。また体力回復。
ちょっとガチで怖いな、こんなこと、いいこと続きすぎるとね。何があったんだこれ。このステージ宝箱取って終わりかな。あ、ブスがいる。どうだ、はめれるか。あー、逃げた。残念だ。どこ行った、あいつ。あ、横にいるのか。あ、これまたブスはめできるって思ってたら、もう野球マンいらないタイミングで登場だ。ブスが去った後に出てこい。これブス目の前いるからね、もうはめることできるんで、体力回復できるんだ。ほら、ちょっと悔しそうにじゃねえ。残れ、お前の威圧感あるからさ、もうひじりちゃんもすぐ帰るわ。え、ひえ、怖いよって、おしょんべんを漏らすね。清水ですよ、それは。何言ってんだ、これは。よっしゃ、まあいいや、野球マンに会えたんでね、体力回復&能力アップですから。やべえ、守備の人になってる。そんな選手作ろうと思ってないんだけどね、カモカモカモ。選手カモ、どこに行く、何このすれ違い。What?なんじゃこいつ、逃げすぎやろお前。そんなに会いたくないんだったら出てくるなよ。これで終わり。ちょっと待て、なりたいものになれないこの虚しさ。プロ入りカード持ってるからね、もうこれ最終ステージはゴールしなくていいですから、最後素晴らしい選手を作っていこうよ。ステージ5、選手が3人、宝箱1つ。上にこれパワーマスあるんだけどね、これ踏むと全部パワーパネルに変わる。それはいいんだが、いいんだけども、マイナスを握ります踏むことになるからな。これで体力がどれくらい減るのか大体怖いな。まあ、でも踏むか、パワー大事だな。ここからパワーを鍛えていこう。はい、これで全部パワーマス。これからどれだけ上げれるかだね。で、ぶっ飛ばしカードを持ってるから、もうブスにあのビビることはないよ。もうパワー特化型ライトになるわ。そんな選手いてもいいだろ。宝箱は欲しいけどね。よし、まず宝箱を取りに行こう。はい、 OKOKOK。おー、特殊能力か。ただまともなもんついてねえな。なんだ、内野安打丸、代打丸、ムード丸って。ムード丸はいいけどね。おー、無事パネルが輝き出した。おー、おにぎりマスも追加されてる。これちょっとうまくこっちに引き寄せられないか。頼む、来てくれ。どこだ、どこ行った。あー、全然違うとこだ。遠いな、あれは。じゃあ上のパネル踏んで終わりだな。はい、はい、はい。ブスハメはできるか。イエース、ブスハメ成功。オッケー。おほー、ギリギリ生き残った。セーフ、セーフ、セーフ。3残ったね。マイナスおにぎりマスだったからね、下のパネルは。これで終わりだな。はい、終了。ありがとうございます。非常に充実した、サクサクセスとなりましたね。ただこれ、弾道も上げれなかったし、ミートも上げれなかったからね。なんだろう。ホームランはそんなに多くないぞ、これ。うん。ホームランは全然打てないと思う。逃げた、届くか届かないかじゃないかな。弾道なさすぎるから。2ベースヒットになるんじゃない？足速いからね。もしかしたら、この2ベースのシーズン最多記録、谷の52本だっけ？それを抜くかもしれないね。ただ本塁打は期待できない。弾道が低すぎる、ほんと。この弾道だと2本3本で終わるかもしれないね。はい、まずライトの選手はこのようになりました。ミート弾道はほとんど上げることなく、その他の能力はいいんですけどね。ちょっと俺が作りたい選手像とは違う方向に行っちゃいましたが、まあいいんじゃないでしょうか。お次行きましょう。さて、次に作る選手はレフトの選手だ。球団設定はレフトといえば日ハム。まあ中田今レフトじゃないけどね、レフト守ってた時期もありましたからね。今ファーストだよね。まあ日ハムでいいでしょう。ほんで、やっぱパワー特化型。まあ先もパワー特化型になったけどね、結果的に。やっぱレフトもパワーのある選手を使いたい、作りたいので、パワー強化カードと、ほんで、ブス対策、ブス、ぶっ飛ばしカード持っていこう。これだね。この2枚で作るよ。レッツ最強、サクサク。ステージ111、やっていこう。とにかくこの選手は弾道を上げていかないとね。おー、いきなり弾道2な上にまた弾道マスあるね。よかった。これでさっきみたいに弾道の低い選手ではなくなるね。助かったわ。おー、チャンスメーカーね。ただチャンスメーカーで使おうとは思わないからね。やっぱクリーンアップ打ってもらいたいから。まあいらないとは言わないけど、もっと他のが欲しかった。おお、制球眼とレーザービームか。いい特殊能力がついたな。でステージ1は、あ、じゃああそこ下のミートマスと守備力マス踏んで終わりだな。これで終わり。あまり能力的に上げることはできなかったけどね。まあただいきなり特殊能力が3つもつく。起用法の制球眼はいいね。出塁率の高い選手になりそうだ、これは。期待できるよ。で、ステージ2では、また宝箱。ちょっと待って。宝箱尽くしだね。どうしたんだろう。逆に怖えわ。ほんといいこと続くと、後で地獄を見るからね。あ、わーお、赤パネル多いな、下に行けねえわって、心の中で思ってたら赤パネル全部消えるっていうね。その上、青パネルになるというのもう何なんだよ、これ。願いが叶いすぎて怖え。やめてほしい、ちょっと。もうええわ。
これ以上のことはなんかもう望んではいけないような気がする。ぶっ飛ばしカードも持ってんだよな。ただまたカードが手に入ろうとなってたね。たまたま持ってただけで、持ってなかったマジで本当。いいこと、俺なんかしたか最近。何もしてねえ。近所のおばあちゃん転んでるとこ助けた？なんかした？何かとしてないけどね。お、なんだ、何かとラッキーステージ来たよ。これは一体どういうステージなんだろうね。まあいいや、とにかくいいことがありすぎて逆にちょっと怖いと思ってる私ピーマン。この先どうなるんだ。おお、無地パネルが青パネル変形だ。これが何かといいってこと？そういうことだよね。ハテナマス踏むといいことがあるってことか。とりあえず宝箱とあれ取りに行こう。あ、こっちからゴール行けないのね。の道間違えたわ。ハテナマス踏んでみようか。あ、気分がノリノリ。あー、ただこれ宝箱取れないな。残る体力8でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、ギリギリかー。おにぎりマス取りに行ってみよう。体力10回復ねえか。7か。ほんであと9でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8。うん、いけるね。宝箱は取ろう。何かとラッキーステージいいね。ミート超人伝でいいの48。ふぅ、ナイス。こういう時ヒーリングカードがあればいいよね。無地パネルで体力回復しまくりなんだけど、今持ってないからね。さてステージ4、このステージはちょっとほぼ素通りでいって、ほんでラストステージでって勝負かけようかな。おお、またカーパネルが消えていった。マジかよこれ。うわ、ぶっ飛ばしカードこのタイミングで落とすのか。やばい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 。ブス対策で持ってきたけど、肩力が上がる。レフトに肩力はそんないらないぞ。最後はパワーパネル踏んで終わりだね。よし、これで終了。うーわ、ちょっと待てよ、微妙すぎるな。微妙い微妙い微妙い。ラストステージが勝負だ。体力そんなないけど、で宝箱は2つもある。ちょっと待て、これゴールいけるかそもそも。ちょっと待ってよ、体力12でしょ。宝箱一つも取れずにゴールになるね。ステージの構造上がやらしすぎる。見てくれこれ、みんな。もう近くにあるのはいいんだけど、こっから目指すってなったら無理だしね。こんなん絶対無理だよ。ほらこっちなんて、こっちまで行かないとダメ。ここ行くまでに12使うのに。まず普通にゴール目指すとしたら1、2、3、4、5、6、7、8、8パネル、8マスで行けるんだね。でこっち寄るとしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。無理だね。これね、行く道中にシャフルマスあるんで、そこで踏んでちょっと賭けを出るか。宝箱近くに来たり、おにぎりマスが近くに来ることあるからね。頼む、来い。どこ行った？うえー、逆に遠くなってる。いや、もう一回シャフルマスあるわ。それに賭ける。ブスが降りてきた。うわ、ブス目つけられた。アウトアウトアウト。まずい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 。あ、でもブスめっちゃ離れてるね。あ、よかったよかった。こっちにいるわ。急には来ないわ。ただこれ待てよ、シャフルマス踏むことによってこのブスが近くに寄ってくるってこともあるからね。どうだ、来るなよ。うわー、終わったー。もうこれゴールするしかねえわ。無理だ無理だ無理だ。はい、終了だね。うーわ、なんだろうなんだろうこれ。なんかこれも求めてた選手とは違うけど、まあバランスのいい選手になったね。可もなく不可もなくというか、まあどっちかといえばプラスだけどね。あ、マイナスではないことは確かですよ。パワー特化してね、もっと特殊能力も欲しかったんですけど、作り終えた感じはこのようになりましたね。打率2割6分7分あたり、ホームラン2桁。走塁、盗塁もそこそこ、全然ないかな。微妙、うん、微妙。レフトでこれは微妙ですわ。7番、2番あたりを打たせるといいかもしれない。それ以外、起用法ないよ。残念ながら、いい選手は作れませんでした。次行きましょう。さて、次作る選手はセンターの選手を作っていくからね。ライト、レフトはちょっと微妙な出来ですからね。センターはポジション的にもすごく大事ですし、ここで打てる選手が作れたらもうすごいチームになるからね。球団設定はあの話題のお声がいる楽天で OK でしょう。で、持ち込みアイテムはチヤホヤカードに、これまたブス対策に、ぶっ飛ばしカード。この2枚でセンターの選手を作ろう。レッツ最強サクサク生。ステージ111やっていこう。初期能力はこんな感じ。選手は2人か。矢部1人。矢部は正直いらねえんだよな。まあでもいいか。でもいいや。矢部もウェルカム。いいよ、歓迎だ。さて来い。誰だお前は。下木ね。補給7。センキューベルマーチ。ありがとう。センターは守備力は大事だからね。センターがゴミとかも最悪だからね。どっかの矢部さんがそれだからね。俺のパーフェス実況でこいつエラーして負けたんだよな。
今思い出しても殴りたくなるな。もうやめておきましょう。今はもうサクサクセスに集中していかないとね。いいんだいいんだいいんだ。ミスは誰にでもあるからね。別に僕は怒らないよ。まああの日何かをぶち壊したけどね、一つ。何かというのは皆さんには言わないけどね。相当ストレスが溜まってた。さて、ステージ2では選手が2人。カモンノー、そっち逃げんな。まずあっちの選手会いに行こうかな。ちょっとマイナスマスがちらほらあるのが腹立つね。お、パワー、いいね。で、4か、微妙すぎる。もっと回復してくれ。俺は回復コマスを踏んだんだぞ。選手カモン、こっち来てくれ。お、体力回復、いいね。選手どこ行った？カモン、ナイス。ゴームズね、ゴーホームズ、オーマイガー。もう、すぐ帰っていくっていうね。楽天はなんかクソ助っ人外国人引きすぎじゃない？ユーキリスにしろ、ゴームズにしろね。ひどい選手引きすぎだわ。まあ、AJ っていい選手が来たけどもね。AJ と契約しておけばよかったんだよな。お金出すの渋って結局それだからね。AJ はもう引退しましたからね、別のリーグで。俺は最後まで AJ を見ておきたかったよ。バカだと思うよ、楽天は。巨人あたりが取ってくれたらよかったんだけどね。誰よりも打ちそうだしね。好きな選手だったんで、ちょっと契約がなかったな、びっくりした。おお、流し打ちがついたね。ほんで、ステージ2、3もこれもう終わりでいいか。赤マス多いしね。体力温存だ。次行きましょう。次。やれることはまだたくさんあるけどね。ステージ4、ステージ5から本気出すよ。行こう。ステージ3では選手は3人か。宝箱も1つ。よし、行こう。おー、プロリカードゲッチだ。これでこのカードを落とさなければ失敗することはないだろう。よし。おお、粘り1、盗塁シーついた。特殊能力今何個だ？おお、結構ついてるね。ほんで、ブスはそっちか。まあ、ぶっ飛ばしカード持ってるからね。これも安全でしょう。無地パネルが輝き出す。おーまいがー。ナイス。おお、悩んだもあるね。オッケー。ブスはどっちに来る？よっしゃ。ブスはどっか行け。シャッフルマスだ。近く来んなよ。どこ行った？うわ、横か。ちょっと待てよ。これ警戒していかないと。こっちから行こうか。ブスどこだ？もういない？よし、いないね。あ、いたわ。ちょっと待って、ブスストップ。止まれ。よっしゃ、体力回復ね。オッケー、ナイス。いつも あいつから追いかけてくるくせんね。こんな時だけ逃げるんだから、とんでもねえやつだ。で、ミート7アップだね。お先の選手はシーズン1で作った選手だね。ファーストの選手だ。さて、このステージも終了。うん、バランスがいい。守備力と補給がもっと欲しいけども、バランスはいいよ。最後もっと強くしていこう。ステージ5ではもうプロ入りカード持ってるからね。このカード落とさなければもうゴールする必要性はない。ただ落としちゃうとゴールしないとダメだからね。おお、金縛りだ。いきなりいい感じ。さて、選手に会えるぞ。ウィーラーか、フェルナンドだ。オコイは結局出てこなかったね。あ、ブスがいる。よっしゃ、これもブスハメ成功。止まれ。何をしてるブス。どこまで逃げる。止まれや、お前。いつもてめえから追いかけてきてんだろ。体力回復ありがたいけど、ちょ、ブチギレそうになったわ。ブチギレそうになったというか、ブチギレたけどね。腹立つわ。こういう時だけ逃げるんだからね。金縛り。よく金縛りがある、合うな。もうこれ、霊めっちゃおんぞ。霊媒師連れてった方がいいね。うわ、ブレー！プロ入りカードじゃなくてよかった、みんな。これ落としてた、ゲームオーバーだったよ。セーフ。でも終了だね。助かったー。まあ、ちょっと守備補給が低いのはあれだけどね、一番求められるものが低いって何なんだよ。まあ、でも打撃能力と走力、肩力だけは S ありますからね。それは褒めてほしい。もっと理想はね、最低守備力、補給は D は行きたかったんですけど、これではちょっとセンター任せられる守備力ではないんですけども、これ作ったもんはしゃあないですからね。この選手で OK でしょう。まあでも特殊能力の盗塁シーン、流し打ち、粘り打ち、内野安打丸、起用法はついてないけど、まあ特殊能力も取れたんでね、まあこれもマイナスではなくプラス、ただもっとプラスにできた選手だと俺は思う。うん、この選手はこれで終了ですね。お次行きましょう。さて、次に作る選手がこのシーズン2実況1回目最後の選手となるよ。DH の選手となりますね。外野手はさっき3人作ったので終了だ。球団設定はセーブで OK でしょう。ほんで、持ち込み相手もやっぱ DH 求めるのはパワーだよ。パワー強化カードと、そして、ラッキートレジャーカード、この2枚で最後の選手を作ろう。レッツ最強サクサクセス。ワンワンワンやってこっこ。あら、また宝箱があるね。ほんと、どうしたんだろう。
めちゃくちゃいいこと尽くしだな。こんなないんだよ、本当はね。ステージ1からいきなりこの宝箱来るからね。素晴らしすぎるな。ほんと天国だな。おー、ほんでパワー超人伝だ。レッツゴー。ほんで DH の選手なんでね。基本 DH 以外では使いませんから。もう、とにかく、打撃能力、守備能力はいらない。打撃ですよ。で、ステージ2では選手が1人。おにぎりマスもある。パワーマスも多いね。全部で4つ。確認できる中では4つだな。うん、よし。全部振る。あ、ちょっとこいつ会いたい。友沢か。イエス友沢だ。えい、でも、肩力上げるっていうね。パワー、パワー。友沢ってあれでしょ？松井和夫をイメージして作られてるからね。だから松井和夫といえばトリプルスリーだよ。ねえ。パワーくれよ。肩力なんていらねえんだよ。お前内野手だろ。そんな肩力いらなくない？まあ、ショートならいるけどね。セカンドならそこまで求められないよ。パワーをください。お次行こう。ステージ3。どうする？ステージ3はちょっと嫌な感じ。これ踏むと全部総力パネルになるんだよね。これは無視だな。上から行こう。よし。で、パワーパネルを踏んで、おー来た来た来たー。はい、これで青パネルが全部パワーパネルに変形しました。ごっさんどえす。もうパワーが C の65でごわすよ。んで、特殊能力内野安打丸とさよなら男かっこ安打だね。そこ重要よ。ホームランじゃないからね。選手どこに行く？鬼崎ミートなら選球全部踏んでやる。はい、オッケー。 A の87、ほんでこれで終わり。体力がないけどね。 A の87、弾道上げたいな。2のまんまだからね。ほんで、なんかもう一つ打撃能力が欲しいな。ステージ4は、うわ、体力ない上に宝箱取りに行くと、これゴールできなくなるからね。どうする？これはもうゴール直行が一番いい形じゃないかな。お、宝箱来た。どこだ？そっちか。あー、そこだったら取れるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、うん、いけるね。ゴー、取りに行こう。イエス。おー、全体能力アップで S の94。きたきたきたー。で、ブスはどこ？あ、ブス大丈夫、そっちだ。よし、選手かも。流し打ち炭谷、ありがとう。お前にそんな能力がついてたんで初めて知ったよ。中村ミート7アップ。おー、無地パネルが輝き出したが、このステージはもう終わりで OK でしょう。いや、もう現時点で一番いいのできてるからね。もう失敗しないことを目標に作っていこう。あとは弾道を1個上げたいんだけど、弾道パネルは結局なしか。マジでこれ宝箱も遠いしね。シャッフルマスは一番下にある。うーわ、これもこれで終わりかもしれない。いや、下手にね、遠くに行くと体力なくなって、まず宝箱取りに行った時点でゴール戻れなくなるからね。あー、もう最悪だな。これ、これで終わりだ。最後、青パネル適当に踏んでいこうか。パワーマスも近くにねえし。ブスも来るし。おー、ブレー真上に出てきた。あー、もうこれ無理だ。無理無理無理。ゴール行く。最後、総力マス踏んでいこう。下のマス踏んで、これで終わりだ。もうどこにも行けねえや。おー、野球マンナイス登場。ブス書いていた。助かったが、野球マンもまた左側に出てきて、これ野球マンにも会えないね。じゃあ最後ちょっと適当にマス踏んどこう。はい、これで終わりだ。終了。いや、非常にいい DH の選手が作れたね。こいつは期待してくれ、みんな。やばい成績を叩き出すぞ。交流戦の時ちょっとこいつが使えないのは痛すぎるね。一番いい選手できたわ。やばいね。さて、能力の方はこのようになってますよ。パワーが S の94。ほんで、ミート C、総力 C、肩力 C というおまけ付きで、ね、もう総力とか肩力とかどうでもよかったんだけど、おまけがついてきたっていう。特殊能力は流し打ち内野安打丸、さよなら男、かっこ安打ですね。起用法は何もついてない。欲を言うならば、やっぱさっきから言ってる通り、弾道だよね。2だとこのパワーをなかなか活かせず、本塁打を量産できないと思うんで、3だったらよかったんだけどね。ちょっと2なのが残念と、あと特殊能力、流し打ち以外の打撃能力があればよかったな。広角打法がつけば、これはすんごい成績を叩き出す選手になってたと思いますよ。やばいね。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。外野手3人、そして DH の選手、計4人の選手を作りました。外野手の方であまりいいのはできなかったんですけど、DH の方でね、すんごい選手を作ることができたので、この選手の活躍をみんな期待してくれよな。オッケー、じゃあ明日の実況では、内野手編、ファースト、セカンド、サード、ショート、キャッチャー、計5人の選手を作っていくからね。明日の実況もまた見てくれ。じゃあここまで見てくださったみんな、ありがとうね。グッバイ。明日また会いましょう。